皆さんこんにちは。音のレストランのメロディーシェフ多田野直美です。本日はお庭からお届けです。そしてサムネで汚い足をご披露いたしましたが、今日はアーシングをしてみたいと思います。とても気持ちが良いのでシンギングボールと一緒にしてみたらどうかなと思って動画を撮っています。今日はここの下なんですけども、ちょうど切り株があるんですね。なのでこの切り株も切ったんですけども、新芽がちょっとたくさん出てきてて、まだなんか生きてる木なんですよね。エネルギーをちょっといただきながら、ゆっくり10分間奏でてみたいと思います。ぜひ毎日の日課にしていただけると嬉しいです。私もこれからちょっと毎日やってみて、時々顔を出させていただこうかなと思っております。では切り株今日は小さいので、Thank you.